どんでん、焼肉屋行っとるよ。大竹がベンチ入り。誰？なんで？知らんよ、そんなの。マネジャーが間違えたんやろ。マネジャーが間違えごうてんちゃう。つけたら人数増えるやんか。そんなんないやろ。もう帰っとるよ、焼肉屋行っとるよ。大竹 W、焼肉屋行ってるんだ。大竹の行きつけの焼肉屋は尼崎にあるはず。ちなみに西宮市内の某ラーメン屋には大竹と里蓮のサインあり。なお大竹は適当に入れてただけやろ。大竹焼肉屋白さ、これ岡田単純にミスったな。焼肉屋は大竹が自信なかった時やろ。大竹は次多分梅のマスクだろうから、実際の試合でどんな配球するか見学してた気もしないでもないけどね。大竹と梅野は意外と相性合う可能性あるかもしれんしな。ローテで一番の穴が大竹やからな。詳しすぎて草。間違えられるわ、晩飯ばらされるわ W。 そういや、勝ったらちょっとお高い焼肉を食べるゲン打てたな。ご視聴ありがとうございました。